救急患者を受け入れる熊本赤十字病院では、去年66人が急性薬物中毒と診断されました。2020年の3倍です。印象としては、若い方も増えているような印象はあります。中には風邪薬を100錠以上飲み、救急車で運ばれた女性もいました。嘔吐をしていたり、痙攣をしていたりと、意識がない場合が多いので、まず薬の特定が難しいというところですね。死に至る恐れがある危険な行為ですが、防止するのは困難です。今はいろんな経路でですね、入手ができますので、安全には使える薬でも、使い方を間違うと非常に危険だという認識をですね、ご理解いただきたいなというふうに思っています。国は現在、乱用の危険性がある成分を含む風邪薬や痛み止めなどに対し、販売は原則1人1個までとするよう業者に求めています。それは通販サイトでも。購入する数を選ぼうとすると、1つしか選べません。このサイトでは、20歳以上であることの確認も求められます。また薬局では、未成年の方はですね、実はこういった用紙を用いて販売するというような形を取っております。大量購入ができないよう書類で管理し、学生証などで本人確認もしています。この店では今年オーバードーズが疑われる客が訪れたこともありました。まず一度買いに来られて、店を出られて、また再度同じ商品を買いに来られたとき、これは本当に怪しいなと思ったので、先ほど買いに来られましたので、もう2個目の販売はできませんというようにお答えしました。こうして対策が取られていますが、実際、他の店舗での購入履歴までは管理できず、限界があります。質問したとしても、はいと言われてしまうと、持ってないと言われてしまうと、もうこちらは何も言いようがないんですね。どこで買ってもですね、この商品は 何月何日に買ったということが分かるようなそのシステム作りですね、が必要ではなかろうかと思います。